回の極み高校は悲願達成、夏の初制覇でございました。はい、9回の裏になぜか5点を取るというね、謎の力が反映されましたが、なんとか勝ちました。おめでとうございます。劇的さよなら。勝ててよかった。本当に白木世代頑張りましたよ。夏の制覇よかったです。1年生の頃から白木使ってて、そして天才にもね恵まれました。さらにですね、見たいという人がいたのでぜひこちらも見てほしいんですが、高校野球日本代表にはですね、うちの学校からは白木、エース白木、はい、そして、はい、サブボジ極み、違い間違えました、弾道極み山田、パワー極み村上、この3人がいました。いいですね、みんな分かれてて。そして本日は秋の初戦ってことになりますよね。エース白木が抜けた穴を羽田くん、天性プロですが抑えることはできるのか。打撃でカバーするしかない。もう羽田さんで頑張ってもらうしかない。あとは天才岩を見ていきます。もうあとお前らが率いるんだぞ。秋のオーダーこちらになっております。まあエースは一応羽田さんかな、はい、かなぐらい。まだその別に柴田も別に悪くはないよ。柴田か、うん、羽田なんですよ。まあでも栄冠ないです、天性だからね。そう、スタミナが47っていうのを考えると33よりはね一回り上ですから、まあやっぱり柴田君は抑えになるのかなと。まあ抑えでどうにか継投しつつ勝っていただきたい。守備はあとはもうお前ら頑張れ。そう、2年生の投手たちがね頼りなさすぎてね。杉山はいいんだけどね。徳能はね、ただ別にこの杉山出すんだったら肌でいいかなっていうね、経験も含めて。そして打順がこんな感じです。1番俊足の松本、四天王俊足の男松本。これ、ね、四天王に割り込む1年生、2年生かな。もうすいませんね、割り込み前川。1年生か、そうか、まだ1年生。はい、3番は小池です。学生者小池、四天王。4番追沼、四天王の一角パワー極み追沼。前回ね大会の最後に本をゲットしてパワーヒッターつけてね。あ、最強ですね。これからホームラン量産体制に入ります。天才はいつ覚醒するんだ岩尾。ノーコメだったな今。竹内誠人です。弾道極み竹内誠人、打率とてもいいです。いやーい、お前竹内誠人。ショートを任せるのはこの清水にしよう。面白いと思う、肩極みで。なに、どうしたのどうしたの。バスが停車したみたいな音していましたけど。野々村くん強い。いや、一応ね、ショートがね、まあ別に清水打てないだろうから出す意味なくて、まあ前川か小池がやればいいだけなんですよね、サブボジ極みの。いやー、俺は清水くんの肩をね信じたい、このショートの強肩。で、肩極めたらあとミートパワー総力も D いくでしょ、これは強いと思うよ。まあ難しいっちゃ難しいけど、簡単なのはしてんのが暴れれば勝てる、それだけ。そうだな。ムツスイさんってなんか前回も戦ったことありますね。そこそこ強かったような記憶がありますよ。まあ大盛りも最後なんでね、この秋で、はい、ありがとうございましたという感じですね。転生が終わりますか。なさそうだと、今のところは。あれ、弱くなったもんだの。まあみんなね抜けて困ってるでしょう、主戦力が。うちは抜けてないからエース以外は。うわー、いかがなんだー。エースがいないんですよ。さあ、エースが抜けたのはやはり痛いのか。この六井さんに先生の許しております。まずは相手のピッチャー田中ですよ。この男田中でございます。打球反応を持って138キロ FE のショートスライダーを持っていて、俺が言ってる最中に変えるんじゃねえ僕かすが。大久保神田、福永騎手、山田勝人、渡辺何々なり、小島よしお、小松川よしお、森永よしお、加藤よしお、筒井よしお、田中よしおの、吉川よしおの、山本よしおの、金子千尋の、なんでも名前、麻生太郎の、下山します高橋です。そう、普通にやれば勝てそうだけどね。何やってんだか。いきまーす。我名門ぞ。これに負けたら落ちるよ。そうだ、名門のままスカウトしたいんだよ。俺は西東京以降一回したいんだよ。捉えろよ天才を。お前ら秋大会さ、夏大会のその甲子園決勝の記憶があるんだからさ、もっとこう田中の球目、甲子園1回戦目くらいの相手くらいだった。ホームラン打ってくれた。え、清水肩極み清水な。言ってないだろ。言ってない。打撃では何も言ってない。肩に期待するって言った。な、言ってないだろ。新しいな、言ってないだろ。新しいね。こんなところでね、1点取られてるじゃまだダメですよ。もっと点取って、バンバン取って、これがしないと。投げました。超ありがたい、ね、今のホームラン、ね、これでやばい流れで。いや、まさかのお前が打つんかい。甲子園でも全然活躍しなかったお前なのに、一応さよならのエラーはお前が打ったけど。
ショートライナービョーンって3球目投げました。ちょっとちょっとバットに当たらない岩尾くんになってしまいましたけど、お前来年さ最後だからな。投げました。はえやはえや、才能ねえよあいつ。前川才能ないな。才能ないなです。序盤終了しまして2対1です。新しいカード才能ないな。うわうわうわ、ぶねえぶねえぶねえ。ちょっと投手が心配です。とってもとっても心配ね。投手はしょうがないよ、もう打ってやれよ。チャンスを迎えました。さあそこでチャンスが来ました。この松ぼっちですね、流し打ちとかすれば、まあ、転がせば1球は取れるんじゃないかと。ライトフライ、どうします。流し打ち、普通に流し打ちでいきましょう。得意の第9投げた。お前サードゴロやれば俊足を生かしてね、セーフになるんだから。11盗塁しております。あらあら、4割になっちゃったじゃん。投げた、シュート見送って5割だったのがね、最強の5割だったのによ。まったくよ。投球はこれから3球、もっと打てや。変化球、空振り三振。なんか魔球投げてんのこの田中くんみたいな子。何4回の裏が終わりまして2対1。怖いよこの空振り三振。リードしています。お、ナイス。肌くんにスタミナあげたい。危ない、あげられそうです。1、3塁ですが、もうでも岡田くんがいないんですよ。スタミナ要因は誰かいるんですか。バッターは2年生、すごく励ます小林。よう小林、すごく励ます山田。山県、よし、これで山県も守備固めできるようになったな。さーて、ここはもう1点は仕方がなく諦めてゲッツを狙うべきか。中間でいきましょうかね。うまくゴロはね、フォームに投げてタッチアウト。ここは中間守備を取りました。外れた。怖いね羽田くん。安心して見てられないこの球の遅さ。白木から比べるとめちゃくちゃ遅いな。第3球を投げた、低め、あの入らないんですけど。悪いんかい。悪いやろな、そりゃ性質弱いもん。投げた、見送ってストライク。頑張れよキャッチャー B、 しっかりとリードしてやれ。そうだよ、お前見えない速さで取ったれよ。打ちました。今の振ってくれてありがとう。第6球は、あ、流し打ち。危ない飛ばされてやんの。投げました。よっしゃ、ゲッツ。あー、一つ、いいや、最悪一つ。押さないね、ゲッツ星人。守備遅い。追いつかれました。2対2。守備遅すぎて不安になる。ヒットを放っている加藤。ニアスニアンだ、加藤。あらららら。第9。ちょっと流れが悪いですね。ここで痛烈なヒット打たれてしまったら3人になってしまいますからね。チャンスを続けさせるのも嫌だね。いや、取ってあげて、前川。よっしゃ、前川。前川、スリーダース高いです。マイカはセカンド見なかったっけ、前まで。セカンド成人が入ってきたから。あー、成人が来ちゃったのか。成人を入れてあげたって感じだね。マイカはレギュラー確定だけど、サブポジ極みで唯一移動できる男。なるほどね。第9投げました。うわー、大丈夫大丈夫、肩強い。 C、 ヒョーン。マイカは強いね。おーおーおー、さっきから冒頭気味だけど大丈夫。そうそう、早急 E だよ。栄冠9にしては珍しいピッチャー。よ、あ、よ、外の方が結構強かった。第9決まって、あー、ストライクいいね。変化球極み、フォーク落ちてますよ。第2球、もうここ入れてほしいね。これちょっとキャッチングだと思いますよ、岩尾の。高幸、第3球を投げた。もう、いや、同じとこじゃない。なんであいつボールなのに審判方法見たんだ。投球これから4球目、ストレス。あら、キラキラ、コントロール悪いな、羽田くん。第5球投げた。いや、べ、いや、完璧に打たれました。これで逆転です。リードを奪われました。3対2。打線何してんの。1塁2塁となりまして、それな、3点取られるのはしょうがないよ。羽田くんはエースじゃないんだからさ。打線何してんのよ。投げた。甲子園で燃え尽きました。やめてください、それだけは。かける4、四天王が言ってます。君たちの世代なんです。もう疲れちゃったよな。まあそうだよな、俺らもう甲子園も優勝したし、もう別にもういいや、俺陸上部に入ろうかなと思ってる。あ、松本のセリフです。アウトコース高め、好きになっちゃったか。そっちが好きになっちゃったか、意外だな。投げました、空振り。野球一回ね、もう優勝しちゃったからもう飽きちゃったんじゃないの。投げました、低め、ボール取って、追い沼。追い沼だけはちゃんと野球やってるよ。一塁、ベースを踏んでアウト。おい、だらしないぞ、当たれば一発ビンタかましたれ。3対1、1点を追いかけます。まあもうそろそろ遊びは終わりってことは思い知らしてやってくださいよ。まあ、正直に言うと甲子園のさ、あ、ないしょ。あ、遊びは終わりだ。甲子園のさ、レベルの人と違ったからさ、戸惑ったんでしょ、最初の方は。あ、なるほどね、レベチだ、逆の意味で。はい、で、慣れてきてました。はい、岩尾がもう指さして中指立ててね、もう遊びは終わりだっつってね。すごい性格悪い。遊びは終わり、地獄に落ちて。悪魔の坊ちゃん。よしよし、はい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 、大丈夫大丈夫。今日ここは失点したくないよ。やばいよ、抑えられる気しないよ、羽田くんじゃ。まあセカンドゴロやってね、強肩のね、清水君が肩を見せます。それいいね。ビュン、ファーストがでも気づいたら、ボールがキャッチャー、投げました、スライダーはストレート。
1、2塁間打ってきそうだな、この金子くん。これから3球目バンドバンド、小池の守備力、ナイス守備、小池の守備力高い。今のはいいわ、今1点取られてたぜ。ナイス守備、いいよ、周りが盛り上げてやれ。多田くんは後輩だぞ、四天王のよ。四天王全員いってます、頑張れ、うん、先輩たち打ってください、少しはって。俺は打ったぞ。ああ、岩尾だ、絶対それ岩尾だ。第3球を、いや相手がさ、ちょっと投球遅くてさ、合わないんだよね。そんな感じじゃない、スローボール投げられてる時の三振なの。ちょっと甲子園行ってた僕らにとっては合わないんだよね。うん、遅いね。インコース低め、外れても松本進化、肩越しにランナー見た。しかし我々には勝つ義務があります。ナイショー、オッケーオッケーオッケー。今の大沼です。7回の表が終わって3対3です。松本、前川、小池、ここで1点2点3点、はい、ポン、オッケー、盗塁盗塁盗塁、松本松本、最速の男、ピョン。光の速度で盗塁されたことはあるかい？あ、そう？盗塁成功です。前川くんね、普通に甲子園でも打ってたしね、十分でしょう。ナイスバント、ナイスナイス、やること分かってるよ、しっかりと。任してくれよ小池に。ねえ、打てるぜ、ねえ、頭が狂っちまうぜ。さあ、究極の思考が解き放たれることになるか。正直ここは確率の高いアベレージヒッター流し打ちの方が絶対にいい気がする。でも引っ張りでも打ってる。ロマンを求めるか。ロマンを求める高校ではあるぞ、ここは。うちはロマンを求める高校なんで、ロマンを行きましょう。トルヒッターでホームランや。それ真ん中見逃してストライク。ホームラン7本、止まってるぞ7本で。第2球、それ見送ってボール。インコース絶対持っていけ、こんな投手から打てないわけねえだろ、1年生やろ。何しとんねん。ちょっと今日決めすぎちゃったっぽい。決めすぎちゃった、あ、覚醒剤の話。これから4球目、あぶねえ。田中君絶対もう攻略分かってるよ、アウトコース低めでショートゴロで終わりなんよ、こいつは。投げた、うわぁ、まんまや。うわぁ、まあ奴に期待しましょう。私には打つ義務と責任があります。クールだと思ってたけどな、俺はこいつのこと。チャンス、広角だほ。右に引っ張るか、左に流すか。パーヒッターついた私には、いや私、いや本館には。第9投げた、ストライク。プロになれなかったら警察官になります。もう今練習してる。本館頑張っていきたいと思います。3番バッターが覚醒したという噂を聞き、現在潜入捜査に入っております。なんか大沼のイメージ崩れていくんですけど。かっこいいクールな人だと思ってたよ。第4球を投げました、ドカンでやります。何してんの、そこは捉えてよ。投げました、ドカンでやります。カット打ち作って、それ。第6球を投げました、ドカンでやります。ナイスバッティングだけど、これはボール球打ち球だった。うわー、はい、おー、ラッキー。ラッキーすぎる。これが本館のおいぬまモードでございます。なおいぬまモード、おいぬまモード、おいぬまモード。確かにお前魔物持ってる。今日はホームランを打っています。決めるしかないでしょ。使いたくなかった、経験値下がるんだよな。あ、そっか。この打席やかましいよ、その実況。静かにしてほしいと思ってるよ多分きっと。毎回同じ動画出さないためにいろんな実況をしてる私のこの頑張りを無駄にするのか。初球に送ってストライク。初球ストライク。まっすぐ見送ってストライク。岩の打席にみんな集中してるから、天才が打つか打たないか。そうだな、ここは打たないと。第3球打ちました。最悪ですー。スリーアウトチェンジ。何なんだよ、あのキャッチャーのメガネ。曇ってんじゃねえか。一応ヒット10本打ってんだね。ナイス、アダ君ファーボール、ナイス。エラーで勝っても全然嬉しくないからね。まあ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 、まだいいですよ、打てば。お前やばくない、ほら言ってないだろ。言ってない何も。言ってない清水。清水。オールイエーの。いやー、きついな。キャッチャーは弱い。クイック C で、まあ新。130キロでいいか。まあよくはないね。D だったらいけたかもしれないけど。そう、特能だけもぎ取りてえぜ。右左どっち持ってんのか、いいね。さあ清水、ここでも打ったら本物か。第9。初球を、うん、進塁でナイス、オッケーです。さあ9番ピッチャー羽田じゃない、ここまで2安打の8番でした、すいません。今日落とし物行きましょう。リベンジの鈴木、ピンチヒッターは鈴木。すごい鈴木って顔してる。お祭り男ナイス、これ強い。の本領発揮するこからのミート極み、いいですね。チャンス A の男、あ、今チャンス A になったのか。野々村、野々村、今日追加点のチャンスを迎えています。うん、いいね。熱血でパワー上げて AC ジャパン、 OK、 ナイス。流し打ちでいきます。今尻開いちゃったんだ。第9、え、 AC ジャパンで新刊はボール。呼んでないよ君のことは。
第2球投げた、見送ってボール。あ、これ打てそうな気がする。野々村、顔がでかい人はパワーがあるよ。そうだよ。第3球を投げた、それだ。なんだなんだ、ピッチャーが弱まってるのを痛みつけるタイプのかお前は。第4球を投げた、ナイスキー。ダイヤで最高の成績出しました。これやこれや、お前の名前覚えとこう。野々村さんね。野々村ちゃんナイス。昔は野々村議員っていうのを流行りましたけど、今の世代は知ってる人いませんかね。いやーどうだろうね、ちょっと今俺も言おうと思ったけど、知ってるか知らないか微妙なところだったんですよね。ビエーンビエーン。あれ、ピッチャー出ましたか、もしかして。肌くん上の肌、松本肌しましたね。ナイス、流し打ちだろうな、ここは。第9投げた、もう松本どうしちゃったのよ、あんた5割連の男な、4割連の男になっちゃって、昔は5割でブイブイ言わしてたのに。あげちゃダメだってお前。落ちろ、落ちてくれ、負けるでいい。取った、おーやばい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 、肌くん、おー走れ肌くん、肌くん痛みなくなるって、肌くん疲れちゃって、肌くんなかなかない走塁ミスからのまさかのね。おー前川いいね、いいですね、チャンスで発動してます。チャンスがないときにチャンスメーター、これお祭りか、お祭りです。この回が最後のバッティングだからな、もう一回小池と追い沼と岩尾に回してほしいな、ね、見たい見たい。投球は3球目、投げました、ナイス、前川才能やばいな、すごい鋭い当たり、ナイス。しかも足も速い、 C ですからね、こいつこいつパワー以外 C ですから。前川いいね、パワーを犠牲にみんなをなんか調整した。小池くん、今日はここまで4打数ノーヒット。じゃあ今日は流すセンター返していきますよ。お、安牌だ、数値の高さ。第9投げました、外れた、小池こうやってね、プレヒッターで打てない打てない、センター返し流し打ちで打つ、第2球その繰り返しやん。うおっと、伸びろ伸びろ、風に乗れ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 、うぅ、まあ、よくやってよかった。いやいやいや、おいのままで回った、俺の希望通りになってる今のところ。あ、終わっちゃいかなって。おい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 、どすこい、ホームランの終わりだ。まあ今日のあの失態すべてはね、頑張れ、俺がおいのまくんのキャラ勝手に決めちゃったけど、義務であります。それ引っ張って潰せー。1球目ストライクから第2球、何やってんのおいぬまちゃん、追い込まれました。すげえ綺麗な数字、4割5本20本。第3球を投げた、打った、まあまあまあ、まあ、最低限。なるほど、岩尾に全て任せるってことね。岩尾でサヨナラホームランだ、オツです、オツホームランいきましょう。天才岩尾高弾道ホームラン、今日2本目ぶち上げてくれ。初球はじゃあなんでさっきの才能開花で打てなかったんだって話になっちゃうんですよね。これ打ったら何言ってんの、甘い球よ、あった。第3球を来た、ブワー、何言ってんだっけ、内野安打は魔物使ってる。いや今日さらに手付いた、うわー、お前ら何、ここで打者一巡したバッター竹内誠人、今日四球です。誰か代打で使うやつがいる、いません、あ、います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 、エラー敵人がいます。敵人誰だ、村上はもう引退したはず。天才のおかげで出れない佐野、あーかわいそうなの、はいす才能あるんですけどね、パワー系目で今パワー切れてます。出しましょう、すごいかっこいいよ佐野。聖徳、聖徳、聖徳と書いてなんだろうね、マサ聖徳大使じゃねえ、持ち前の佐野聖徳大使。さあパワーいけるか、第2球とどめはさせ、見せろパワー、ゴリゴリに鍛えてるはず今。追い込んでから投げました、ナイスヒット、セーフ、レフトバックホームナイス。今日この回6点目、コールド勝ち、まあ、コールド勝ちはできてよかったよ。でも序盤のね、ヘタレ具合ちょっとどうにかしてもらえると困りますよ。序盤はちょっと甲子園優勝までに飲んでたあの二日酔いだったんで、全員退学や、1ヶ月ぐらいやってたよその宴会。まあいいや、結果的にね、あのなんだろう、エンジン取り戻したっていうの、うん、序盤はダメだったけど、序盤相手のピッチャーがなんか異質だったよ。まあ、全然伸びねえ。よかった、でもこれに負けたらやばかったよ。津軽商工前評判 D、 ありがたいね。ここはしっかり勝ってね、地区大会、そして甲子園はね絶対行きたいよね。そうだな。